徳島大学大学院社会産業理工学研究部地域共同技術センターでは学内外から寄せられる様々なニーズに応えるため多種多様な汎用工作機械を導入しています従来までの学内における研究支援だけではなく学外に対しても産学間連携強化の目的から 新規事業創出、地域産業の振興、地域社会における課題解決のサポートの一環として、それらの検討に必要な試作品の受託政策も行っています。政策にあたっては、センター職員がご依頼者様の細かな要望にもお答えしつつ、政策を行っています。 地域共同技術センターの設立にあたり、中栗、プライス削り、穴開け、ネ、ね、ジ立てなど多種類の加工を連続で行える縦型マシニングセンター、刃物を使い分けながら洗濯加工を自動で行う CNC 旋盤、電気による放電エネルギーを利用して加工を行う ワイヤ放電加工機、レーザーによってプラスチック素材に彫刻、切断、穴開け、マーキング加工を行うレーザー加工機の計4種類の汎用工作機械を新たに導入しました。これらの汎用工作機械はすべてコンピュータ数値制御により、 1>, 1マイクロメートル単位での加工が可能であり、精密なものづくりにも対応しています。これにより、学内外から寄せられる細かなオーダーに対しても、従来よりも柔軟かつスピーディーに対応することが可能となり、納期短縮及び品質向上が実現しました。また、 地域共同技術センターは、音楽のポスト LED フォトニクス研究所とも連携し、同研究所で使用している一部の実験装置の製作も行っています。これにより、創造的超高齢社会と地域産業振興に貢献する最先端研究、ポスト LED フォトニクス研究をサポートしています。 試作品の受託制作のご依頼は、地域共同技術センターのホームページよりお問い合わせいただけます。また、同センターでは、試作品の設計段階におけるご相談から受付しております。博士の学位を持ったセンター職員も所属しており、ご相談いただいた内容に対して、研究機関としての視点からも、 適宜ご提案させていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。